人 H シーンがあるアニメ参戦、無職転生。この作品では、第1期の第2話において、家庭教師として主人公と同居している少女が、真夜中に主人公の両親が好意に及んでいるのを盗み聞きし、興奮して彼らの声を置かずに一人プレイをするというシーンがあります。また、第4話では、メイドとして主人公と同居している女性が、同じく主人公の両親の好意に興奮し、自分で慰めてしまうというシーンがあります。ヴァルキリードライブ、この作品では、第4話で16歳の小柄な少女が、敵の精神攻撃を受け、憧れの王子様に迫られて好意をしてしまうという幻覚を見せられるというシーンがあります。現実ではそれに興奮して自分で慰めているという展開なのですが、その様子を神作画でたっぷりと楽しむことができるようになっています。回復術師のやり直し、寄生解除版。この作品では、第2話において、主人公を虐げてきたヒロインが復讐され、主人公の目の前で一人プレイをすることを強制されるというシーンがあり、さらに、9話、11話、12話において、新たに仲間に加わったヒロインの一人が、主人公と他のヒロインたちが複数プレイをしているところを目撃して興奮してしまい、こっそりと一人プレイを楽しんでしまう様子が描かれています。